城城都の城。今回は都の城島津邸にある伝承館にやってきました。さあ米沢さんにお話伺っていきます。米沢さん、今年2月に都の城島津邸のおよそ1万点に及ぶ資料が県の文化財に指定されたそうですね。これだけの量をですね、指定するということは県の中では初めてのことで、もう一つはやはり邸宅とこの資料が一体的に保存されてきたということ、それがすごく評価されたということだと思います。例えばどういったものがあるんですか？琉球諸島絵図という資料があるんですけれども、琉球諸島の石高生産量が全て記載されていて、特に那覇の港がですね、今は陸続きになっているんですけれども、江戸の初め頃はまだ陸続きじゃなかったので、その様子が描かれている貴重な絵図なんですけれどもね。こちらはまた立派な鎧ですね。でも長いひげのついた鎧もありましたよね。こちらは戦国時代に活躍した8代目の本郷忠助という殿様の甲冑なんですけれども、兜の脇に120センチぐらいのクジラのひげがついていまして、ほどけてきたんでしょうか、90センチぐらいにはなってますけれども、貴重な甲冑です。こちらには、はい、薩摩の島津家にはない資料があるって聞いたんですけど。はい、20代目の久持ちという殿様の肖像画です。好きだったものとか得意だったものがここに書かれていまして、犬とか、はい、鷹とか、あと銃もありますよね。はい、ね、はい、自分の隠居のお屋敷に台湾アヒル、ガチョウとかそういう動物小屋を作ったりとかするぐらい、当時藩主もわざわざ立ち寄って久持ちと一緒に、まあ、見るっていうぐらい、はい、中でも米沢さんおすすめの資料ってありますか？庄内地理史というですね、書物なんですけれども、はい、103巻現存してるんですが、これが江戸時代のですね、都城の歴史ですとか観光ですとか地理ですとかいろんなものを記載してあるもので、当時の都城のことは全てわかると。なんかこう今でいう百科事典みたいな絵も入っているので、わかりやすい、とてもわかりやすいんですよね。はい、こういった貴重な資料の研究が東京大学と連携して今行われてるんですよね。すでに撮影された資料の写真が東京大学資料編纂所のウェブで順次公開されております。でもやっぱりこういった貴重な資料は生で見たいと思うんですよね。はい、50点ぐらいの資料をですね、年に4回展示会でご紹介しています。すべてコンプリートするためにはおよそ50年ぐらいかかるってことですよね。そうですね、なるだけ早くご紹介できるように頑張りたいと思います。さあ、皆さんも都の城島津家の膨大な資料に触れてみませんか？都の城市の提供でお送りしました。